装。今天呢，我跟文当要去住宅展览会。耶！どうして住宅展覧会行こうとしてますか？最近ちょっと家かマンションかちょっと欲しいなと思ってて、展覧会行ってイメージをね沸かせようかと思っております。老实说，我跟文旦也不知道会场是什么样子，所以其实还蛮期待的。綺麗だと思うよ。楽しみ。ね、なんか夢あるね。そうそう。将来のイメージが湧くんじゃないかなと思って。そうだね。すごい期待してます。買えるかどうかはまた置いといて、なんかとりあえず夢を見れるなと思って、すごい楽しみしてます。じゃあ早速行ってみよう。走吧。我跟文旦。耶。なんか今日テンション高い。なんで高いの？あ。朝マック食べたからじゃない？あ、そうだ。今朝朝マック食べました、久々に。すごい美味しかった。だから元気なんだ。这次我们去的住宅展览会呢是事前预约制的，那因为我们两个在很久之前就预约了，所以今天就可以进来。住宅博览会的整体不方便拍给大家看，那我用旁白的方式跟大家说明。我跟文当这次参加的住宅博览会是住文住宅的 Chumon Chudag， 也就是自己盖自己的房子的样品展览会。那里面呢有非常多个区域，有浴室、客厅、厨房、房间这些主题的样品房，还有各系小的建材色系这些实际的 sample 可以供客人做比较。如果说要盖自己的房子的话，门的颜色是可以自己选的，那地板呢也有很多种可以选择，那大家可以选择说要不要跟门大是同个色系，超级多种类的。我觉得真的要很有 sense 的人才有办法把它弄得很漂亮。有询问他们说如果不知道怎么搭的话怎么办，他们就说其实呢公司里面都有人可以跟你一起搭，可以一起想要怎么装，只是说可能会要另外收费，我不知道说多少啊，但是觉得至少有还蛮贴心的，因为毕竟是可能一辈子只买一次的东西嘛。然后我们现在在这里呢是其中的样品屋的厨房，那厨房呢他们说现在可以选择要 IH 还是瓦斯炉，他们下面这边都有附很多收纳。食洗機がもともとついてるっていうのはすごいよね。ねえ、めちゃ楽になるよ生活は。ねえ、あとこのまたセラミックがすごい綺麗。一进来博览会就有一个大抽选会，就是我们在动漫里面看到日本的商店街很常看到的这种机制。展场里面有很多样品屋的照片，どれが一番いい？ね、俺全部好きだけど、やっぱこういうシックな黒い系が好きだね。ね、私がこういうの外観が好きかも。这里还有ドリンクコーナー，可以自己拿想要的饮料。拿饮料之前呢，要先消毒。然后给大家看饮料有的种类，饮料有咖啡，还有绿茶。还有麦茶，还有苹果汁，还有小朋友喜欢喝的维他命饮料跟乳酸菌。これリンゴにしよう。これじゃ何にしたの？乳酸菌。现在我们在的这个地方呢，是给客人可以实际的看到他们建屋子里面都是用什么样的材料的样品屋，这样都可以让客人更实际的知道盖房子的时候是用什么样的材料，那还有什么样的效果，我觉得还蛮有趣的。これ何か知ってるルちゃん？知らない。これねグラスウールって言って断熱材なの。これ熱を遮断してくれるの。例えば外からの熱い空気が全然入ってこなかったりとか、寒い日の冷たい空気が全く入ってこなかったりとか。熱を遮断してくれる。これが入ってるか入ってないかで本当に変わってくるよ。すごいね、ふーちゃん。空気温度が全然違う。本当に。これも入れてるか入れてないかを工事現場では毎回写真撮ってる。ふーちゃんやっぱり詳しいね。これ見るとわかると思うんだけど、下にも入ってて、天井にも入ってて、壁にも入ってて、床にも入ってる。全部入ってるからもうここだけでもう区切られてるの、熱が遮断されてる。じゃあもうここには冷たい空気も暖かい空気も入らない。もう一定の温度。でいいのがグラスウール。ロックウールっていうのもあるんだけど、この高性能グラスウールっていうのは結構いいもので高い。だからすごい高性能なの。これがさっき説明したグラスウール。で、こっちが防湿フィルムって言うんだけど、これちょっとピラピラなんだけど、これ結構高性能で湿気をね、入らないようにしてくれるの、これ。これは防湿フィルム。でその上に石膏ボードって言って、これよく一般的に使われるいい素材の吉野石膏さんのボードで、ちゃんと認定取ってるいいボード。で、その上に、大体クロスとか貼って完成させる感じ。これがもう全部の壁の中身。こういうのを全部説明してくれてる。ここです。なんかプーちゃん営業さんみたい。すごい配信だ。今みんな見てるのがここで使ってる釘の種類を全部ここに置いてるんだと思う。これ何が違うの？多分ね、太さと長さが違うんだと思うよ。で多分色で分けてくれてる。強くしたいところにはこういう太くて長いものを使ってやってるんだと思うよ。でこういう細かいところにはこういうちっちゃくて細いのを使ってるんだと思う。でこれなんでこう繋がってるか分かる？分からないです。釘を打つ時って大工さんとかは
こうやってトンパチで叩くじゃん、うん、だから最近のはパシュンパシュンって言って釘を打てるの、パシュン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 って、そこに設置するやつ、これをやると本当マシンガンみたいにダダ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 って釘が打てる、こういう風にくる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 つながってるの、すごいよね。なんか勉強になったね。参观完之后呢，要跟业务讨论。那业务呢，就有送上一瓶茶，还有擦手的毛巾。好，那我们两个现在已经回家了。回家啦！回家啦！今日はもう一日使ったね。ね、もともと晩ご飯もちょっと取りたかったんだけど、なんか意外にちょっと話す時間がね、長くなってご飯取れなかったんです。残念。家を買うのは思ったより難しいです。お金の計算もしないといけないし、自分たちのライフプランを考えなきゃいけない。なんか周りもいろいろアドバイス聞いて、自分たちもある程度で分かっていったつもりなんだけど、やっぱり思ったよりなんかちょっと考える面が多くて難しかったんです。妥協していいラインをね、見定めないといけない。そうだね。あ、まあでもすごい夢があるのやっぱり思いました。そう、注文住宅とかだとすごい夢が広がる。もう自分でしたいように外壁だったり内装だったり、すごい夢が広がります。そう、でもね、あの東京都内なんですけど思ったより高くて、なんかすごい現実も見えました。夢を見ながら現実も見ました感じです。東京はね、とにかく土地が高いんで、もしね今検討されてる方も土地の値段を一回調べた方がいいかもしれない。あの前の動画で今の部屋はすごい満足してるって言ったんですけど、実際に住んでみたらもう内見してる時に気づいてなかった問題がちょこちょこ出てきましたね。やっぱりそういうのがあるからね、じっくり探した方がいいと思います。家なんか人生に1度か2度かしかね買うことがないんで、すごい大事に時間を使って買いに行った方がいいと思います。そう、賃貸の気持ちと全く違います。もう本当にどんどんと、まあどうした方がいいのか負担はまだ全然決まってないんですけど、でも今回行ってよかったなとは思ってましたね。今日実際行っていろいろシミュレーターとかもやってくれるんですよ、ね、やっぱり自分で調べてもそういうのが分からないので、やっぱり知識面がやっぱりプロと違うので、そういう買いたい時にまたちょっと知識得たいなって時にとりあえず相談した方がいいなと思いました。うん、将来的にやっぱりすごい広い家でキッチンがすごい大理石みたいな感じで想像しちゃうとね、すごいにやきちゃいますね。やっぱりそういうの見ていろいろ想像しちゃいますよね。子供の部屋行ってなんか2人もすごい話し合いになって、で文壇は子供は絶対子供部屋ある方がいいよって言って、で私がいや、もし子供は反抗期入ったら、もしお母さんうるさいとか言ったらどうしよう、なんか子供部屋いらないとか言ってて、それを想像するのがもう楽しかったし。ルーちゃんはね、子供部屋はね、絶対ちょっと監視できるぐらいがちょうどいいって思ってるんで。監視とは言ってませんね。まあ、あと、もし自分の庭があったらね、やったりとか。まあ、やらないと思うんですけど。絶対やらないよ。まあ、でもそういうのを想像しちゃうじゃん、いろんなライフスタイル。いや、絶対、ルーちゃんが種買ってきて、ふーちゃん育てるのを任せるねって言って終わりますよ、絶対。そして俺なんかそれで趣味になってめちゃくちゃ育ってくれそう。いや、そう。絶対俺多分めちゃめちゃ調べて、めっちゃ研究して多分育てると思います。すごいねーってか言う感じになると思います。まあまあ、ルーちゃんきっかけを作ってくれるのがすごい得意なんでね。それはね、すごい感謝してます。ありがとう、優しい。俺は庭で、子供とキャッチボールをしたいっていう夢があります。本当クレヨンしんちゃんの感じですね。ヒヨシとミサエとしんちゃん。なんかしんちゃんみたいな子はもう世話するとか大変だと思うんですけど、でもなんか夢ですやっぱり。部屋を買う道はまた遠いと思いますが、でも最近いろいろ見てちょっと楽しいなと思いました。そうそう、やっぱり見るとね、いろいろ広がりますね。まあ今動画でどういうのを買いたいとか、これがいいかもしれないとか、まだ全然できてないので、あの皆様にまだ話せないんですけど、でももしこれからね進捗があったらまた報告させてください。でもしアドバイスがあったらぜひコメントで教えてください。今日行ってよかったな。3、4年前の私たち絶対今こうなっているのは想像してなかったんですよね。ほんとね。いや、すごい成長したのかなって思うよね。まあ、こうやってどんどん僕たちの成長を見てってくれると嬉しいです。ありがとうございます。もうほんといつも皆様ありがとうございます。いつもコメントを見てなんか元気もらってます。いや、ほんと皆さんのコメントが元気になります。それでは皆さん、バイバイ。我们下次影片见。大家バイバイ。再见。バイバイ。君と終わらない歌を歌おう。